皆さんおはようございます。この度ですね、今までお世話になりました、インスタグラム IGTV さんから、卒業させていただきまして、本日から、こちら YouTube にて投稿アップしていこうと思います。よりたくさんの方のね、目に触れることだろうと思いますので、皆さん楽しんでいただけるよう頑張ります。よろしくお願いいたします。それではどうぞ。いや久しぶりなんだよ、やるのがさ。撮ってないとこでちょこちょこはやってるんですけど、どうだっけ、たぬきちさんの事務所がテントから普通の何立派な建物になってみたいな。んで、お、服屋さんができて、ないか、浜口、およ。うん、どうだろう、話しよう。広場ってここ？コンクリだから？ああ、邪魔だよ、こんなとこで走り込みじゃ。そう、ほら、怒られてんじゃん、そうだよ。邪魔だろ、あ、これね。立派な建物になりました。こちらがたぬきちさんの事務所ですね。入りましょう。おい、おはよう。うん、え、増えたの部屋。はい、おえ34万8000。うん、はい、誰ですか。どちら、これどうやって座んだよ、何ボタン。動かせない。動かせない。座りたいんだよ。どう、え、本当に何で座んのこれ。丸じゃねえの。え、ねえ、もうこの人もめっちゃこっち見ちゃってんじゃん。ああ、進むだけでいいのか。しずえさん、改めましてっていうことは一回紹介されてるってことか。お願いします。うん。あ、そうですか。はい。なんか相談します。何を相談しようかな。え？え？え？何これ？しまめろ。まあ、これ、この辺ちょっと難しいからいい。これなんか面白そうだな。冬眠についての相談。トラブルはまないんですけど、うん、あー、なるほど、不愉快にはさせられて。顔が怖いよ、しずえさん。ちょっとなんとかしてにしてみようか、一回。どうなるんだろう。あー、なるほど。嘘だよ。うん、ないです、とりあえずないですわ。住民とはね、うまくやってんですよ。これでも。まあ、ハムスケんちにね、ハムスターのカゴを送ったりとか、家の前に腐った株を置いたりとか、そういうことはしてますけど。さあ、じゃあみんな、全員に会いに行こう。なんか音楽変わったね。えらいなんかアップテンポな曲になったの。ミカッチいる？いるな。かわいい部屋ですこと。女子だね。おい、はい、どうも、お邪魔します。お話しよう。うん、うん、そうかな。お洗濯いつも手洗い。ああ、そうですか。確かに洗濯機はないですね。掃除機あるけど。洗濯機ね、洗濯機とかありそうだな。でもアイテムでミカッチはおしゃれなんだな。ここで洗ってんの。これここでちっせえ。おい、体操してんな。なんかジャージ着てるよ。アデッチジャージじゃん。おお、そうだね。話を聞きに来て。あ、そう、みんな服をすごい褒めてくれるな。内面にクールな部分があると着こなせるようになるのかしら。そうですか。クールな部分はないですね。下手屋、 あ、そうだ、服ができたんだ。服屋ができたんだ。服屋さんどこだっけ。あ、これか。あ、やってない。
やってないね。9時からか。9時からか。9時までやんねえよ。もう40分もあるよまだ。じゃあたぬきさん何すればいいか聞こうか。結構でかくなったの島が。賑やかになってきた。およいしょ。じゃあジョー、体操してる場合じゃないよ。うん。え、うん。島のインフラ整備。インフラ整備って何？生活基盤を整えて住みやすい環境を作る。おう。はい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 。え？費用は実費。お前の島じゃねえの？俺の島だっけ？うん。え？何すればいいかな、じゃあ。うん。作った。そうだね。おう。おう。え？これはね、これはリアルの世界ではなかなか言いにくいから言ってみよう。興味ない。はいはい。ああ、話すんだ。おう。おう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 。いいよ。知らない。知らない。ええー。うん。トタケケさんね。うん。そんな謎の島までさ、来るかな？ファンの方が。はい。何？え？目標は分かったけど、今何をすればいいんだ？プロジェクト K。おう。うん。うん。なるほど。うん。なるほどね。キャンプサイト。おおおおお。え？うん。キャンプサイト工事キット。おお。え？はい。キャンプサイト工事キットのレシピ。あ、もうもらったのか。入ってんのか、携帯に。じゃあ、ここで見れるわけだな。あ、これ。はい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 。木材か。じゃあ、今日は、その、キャンプサイト、工事キットを作るとこまでやって、終わろっか。しゃ。あー、いきなり来た！いきなり来た！あー、待ってー。よし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 。これどこまで行けんだろう。ダメだ。これむずいよな。あの目につけてる変なやつのおかげでノーダメ風だな。ちょっと眠くなりましたぐらい。いきなり来たな。さっきなんかツイッター見たらリプライでさ、葉月さん、あつ森が全部消えてますっつって言ってくれた方がいらしたけど、 YouTube に全部映しましたんで見てください。消すのね、ちょっと寂しかったんだよな。でもなんか両方にあるとさ、あんまり良くないかなと思って。で、皆さんがくれたさ、コメントもたくさんあったから、すごい心苦しかったりしたんですけど、本当にね、コメントくださった皆さんありがとうございました。これからもたくさん投稿しますんで、またぜひコメントお待ちしております。バス、よっしゃ、もう作れるだろう。よし、作っちゃう。んで、これをどっかに置いてくればいいんだな。 OK。 あ、お前人んちのソリに座りやがってだな。座りやすいんですよじゃないよ。そういえばペーター君見てないな、今日。家に行くかな。ペーター君存在を忘れていた。ここか。石斧を持って失礼します。おお、なんかやってんね。かわいいね、家。なんかなんだろう、
似合うね。トナカイ感あるよね。なんつーのこのジャンル。足元、え、何してんの。手押しポンプ。あ、そうですか。知ってると思う。うんうん。かわいいな、お前は。癒しだな。桃が好きなんだね。フクロウの置物があるけど、これどういう意味で飾ってんのかな、これ。生き物として好きなのか。餌として。さあ、じゃあこのキャンプサイト工事キットを置いて終わりにしようか。どこにしようかな。ね、この辺だね。うん。想像しよう。おう。ああ、いいじゃん。いいよ。決めよう。オッケー。よし。んで、社長のとこ行けばいいかな。これいいなぁ。これ好きだわ、俺。ほんと好き。ハエはなかなか出てこないね。よし。お、ミカッチ。アリいらない？アリ。なんだ、あげれねえのか。うい、どうも。見つかったよ、バッチリ。うん。うん。うん。んで、次は？まあ、いいか、次は明日聞けば。じゃあ帰るわ。そう、なんかさ、YouTube にアップして、いろんな人と見比べてるとさ、俺の動画、音ちっちゃいんだよな。でも確かにちょっと小さめに設定してんだけど、いくらなんでもちょっとちっちゃいなーと思って、今日ちょっと上げ目にしてアップしてみるんで、また皆さん感想、コメントでもいいんで、ください。こっちの方がいいとか、あっちの方がいいとか。一応前のもね、有名なゲーム実況の方の音量に合わせてみたりしたんだけど、通常の動画と比べるとやっぱすごいちっちゃいんだよな。まあいいや。皆さんまた教えてください。じゃあ今日ここまでです。今後とも、今日から YouTube にてよろしくお願いいたします。それでは皆さん、さよなら。